力も速度も俺が上。トゥアハーデの暗殺術に加え前世の暗殺技術もある。だが手玉に取られる理由は分かっている。マナカ、罠おとりか。父は俺の動きを読んでいる。筋肉のきしみ、心音、発汗、呼吸、目線、匂い、魔力の流れ。世界最高の医療技術を持ち人体を熟知しているからこそだ。だが俺も父と同じ系統ができる。それなのに俺が動きを読むと父はフェイクで騙す。こちらも騙そうとするが父は俺のフェイクを見破る。経験の差か、それとも父親だからか。いい加減勝たせてもらわないとな。下手に動いて見つかるより相手の動きに集中する。殺意が2つ、右と左。右利きの俺の左側、動きやすいホットサイド、これはおとりだ。右側、攻撃しにくいコールドサイド、こっちが本命。だがそれも見せかけ、本当の攻撃は殺意を消すはず。上だ。僕の勝ちです。そのようだな。